狙いは何だ。妹さんに聞くといい。いいお兄ちゃん、いただきました。バーミリオンの皇族は自分から言った約束も守ってくれないのか。誰が守らないって言ったのよ。いいわよ、下僕にでも犬にでもなってやるわよ。何でも言うこと聞かせればいいじゃない。エッチな命令聞かせればいいじゃない。変態、バカ、大嫌い。何よ、相馬が登った。なんしてあんな無茶な勝負挑んだのさ。相馬軍は合格してたんだから。田所、お前たまに方言出る時あるよな。それ今言うこと。問1、厳島の戦いで毛利元就が破った武将、答えよ。無言。そうやって考えると今日の偶然ってやつに感謝しないといけないね。できた。何が？ほら、あなたのムッとした時の表情。よかった、やっとキャラつかめた。ほんと今日の偶然ってやつに感謝しなくちゃね。私全然こんな顔してないよ。似合ってるじゃないか。ちゃんと一流の使いっ走りに見えるぞ。カズマこそ背伸びしてる羊見習いって感じでいいと思うわ。おっと、面白いこと言ってくれるな。ここが貴族の屋敷じゃなかったら、えらい目に合わせていたところだぞ。なあ、ララティーのお嬢様。ララティーのお嬢様はやめろ。俺は、親父さんに頼まれてしまった。娘が粗相をしないように助けてやってくれないかと。ママ。そうだ、かがりさん。ちゃん。え？かがりちゃん、でしょ？かがりちゃん。なに、ママ。バナナでも食べる？バナナ？かがりが食べさせてあげる。だがこの放送では一回しか言わなかった。それだけ慌てているからと考えられる。お？それも並大抵の慌て方じゃない。それは。なぜならこの放送が放課後に行われたからだ。オレキさん、途中の説明を省かないでください。省く、甘美な響きだ。オレキさん。 Alice, are you studying Japanese again? We don't have lesson with my dad today. Preparation and review are important though. I don't know. Come on, let's go out. No, no, I'm only... It's boring, I am bored, let's play. I've got nothing to do. Sorryよし、今日はまずは鶏肉。ん？埋まる。お菓子はまだ家にあるから戻すぞ。おい、追加するな。埋まるめ。温泉っていうのにも入ってみたい。温泉か。ラフタリアはどうだ？私はそこまで興味はないですが、ナオフミ様やフィーロが入りたいというのなら。よし、今日はここに泊まるぞ。ありがとうございます、ジー様。好き。一番腹立つところは、お前が自分のことを授かった恩恵だと言い張ってることだよ。お前ふざけんなよ。何が恩恵だ。お前を返品して特殊能力でももらえるものならとっとと返品してやるところだ。カズマが言っちゃいけないこと言った。
私たちは友人。ただの知り合いですよ。それより同級生でいいのか。ああそれだけでは足りない気もする。そうでしたか。依頼人。失礼いたしました。グー太郎。なんだ。なんでもない。愛ちゃんの愛はアイコンタクトの愛。目が合ったあなたは今日から愛の可愛い下僕アイドル裁判長進藤愛です。あれ誰もいないですよ。いつも思うんですけど、最近登場の時ひどいこと言ってますよね。可愛いは正義だから、いくら搾取しようが絶望させようがいいんでしょ。プンプンとか言ってますよ。私頑張ります。マヨネー様のお役に立てるように。気持ちは嬉しいけど、女の子に危ないことさせるのはちょっとね。でも気持ちだけもらっとくわ。やっぱりこいつの方がしごきやすいし。急に強くなるなんて無理ですよ。無理だと思うから無理なの。負けだと思った瞬間が負けなのよ。ちょっと待って、何ですかその熱血ノリ。いきなり無理ですって。しかも恋人は妖精族の聖女とは大した野郎だ。ちゃかすなよ。死者が蘇るか。すまねえ、詳しくは分からねえな。いや、お顔当たってみる。辛いな。うん。死者を蘇らせる方法などそうあるものではない。かといって恋人の後を追うにも、お前はもう死ねないんだからな。そうだったそうだった。もうそんなに怒ることないじゃん。温泉くらいで。くらい？二人でどこに行こうかも決めたじゃない。ああ、そんな気がする。じゃあどこに行ったか覚えてる？こうちゃん、仲いいですね。アルカンレティア行き発車します。それは違います。空が青いのは屈折じゃなくてレイリーサンランの影響です。え、でも光の屈折だとスレインが。空が青いのはレイリーサンラン、雲が白いのはミーサンラン。その人の勘違いです。君、学園から勝手に出られないんだろ。それにもう正門には鍵がかかってるよ。喋れないの？あ、虫歯だ。寝たままお菓子食べてるからほっぺた膨れてるよ。右。あ、左も。あ、どんどんひどくなる。ここが問題なのですけれど。ふんふん、そうだな、もっともだ。はは、さすがだな。はは。気づかれなかった。篠宮がおしゃれしてる。もうなんで私なんかに興味ないって言うんですか。どういう心境の変化だ。いつもは白鳥が着飾りますかと言わんばかりの飾り気のなさなのに。ほらほら、泣きんちもなんか言ってあげなよ。え、私も。ゆきひろくん、着眼点はまあまあ良かったのではなくて。そうまくんなら今お手洗いに。オレキさん、なんだかきな臭い感じがしませんか。そうだな。ところで、きな臭いのきなって何でしょうね。知らん。Thank you.